くんってやっぱもうちょいなんか面白さが伝わってほしい。うん、面白いよね。うん、なんか龍くん一番面白い。見れば見るほど面白くなる。こう飽きんなこの人。飽きん。飽き。喋らんね。仲良くなるだろうね。出さないですもんね、うん。この最初の壁を乗り越えないと。そう、最初から入っていたら結構厳しい。めんどくさいな。いきなり壁を打ち破りに行くと拒絶されるもういいみたいなのになるから。俺らどうやって仲良くなったんや。いやでもやっぱりあの西津さんの時やったのはやっぱ強い。ああそうか、うん、その時ですか。でもその時こんなんじゃなかったよ。じゃなかった。気づいたらこうなって一回おかしまったんや。いや分からん。ほんま俺あれ今でも尊敬してるのに、ゆうやが毎回なんかいっぱい食べやがったとか言って頭ポンポン。可愛い。でもなんかゆうやにされたらなんとも思わない。やっていいですか。黒返されたら露骨に嫌な顔。ちょっと嫌な顔。ガチなやつ。山見やったらぶち切れ。山見やったらぶち切れ。感覚はまあわかるじゃないですか。その、あの流れで俺寛大じゃないですか。いけないですか。いや確かに。いやなんかなんなんかね、なんかあるんだよね俺の中で。ケイスケやったらいいやつとダメなやつが嫌な顔しそうやな。でもケイスケ君許される方の人じゃないの。ケイスケ許されやすい人とは。許されやすいけど、うん、ここが難しい。逆にもっと上とかやったらいけるけど。だってもうハルコひどいもん。フジハルやもんね、うん、ケイスケ君。いややぶれ。それも全員じゃん。全員か。俺もやし。この人が一番いい人。はい、はい、次行こう。はい、口袋ある黒なんだ。黒リュウ君厳しいぐらい。ああ、リュウ君厳しい。絶対伝わってないわ。確かに伝わってない。リュウヤは感じてへんよ、うん、俺は感じたことある。リュウ君逆にみんなが先輩に結構いけるのすごいと思うんだから。あ、上ですか。うん。いやでもハル君だけじゃないですか。ハル君もあんまいけないけど普通に。マジですか。ハル君なんでもいけるわけですよ。うん、なんでもいける。マジでなんでもいけるあれせえやとか言ってそれを求めてるからな、うん、しかも言われてあの人喜ぶでしょ。確かに喜んでるの。マジ変わってる。あの脱いだ服さ、あのビニール袋でさまとめてるやん。それをなんかハル君が俺らの部屋でハル君が一人でちょこれやろうやとか言ってハル君が詰めてんのを新加入も全員見てる。誰も僕やりますって言うとか。ビッグとかユウセイとかももう分かってきてる。無視してたからハル君がそれ詰めてるの早いな。ちょっと誰か来てやしかも笑いながらやるじゃん。そう、変なよ。柳井さんは僕の暴露あるんですか。この暴露なんかあるかな。あの人の暴露なくない。あいつめっちゃまともじゃん。うん、一番サッカー選手でまともやと思う、うん、まともやから。でもサッカー選手って返事多いやん、うん、確かに。変わってない人おらんくない。コウ君確かにまともや。一番まともじゃないコウ君は。おもんないわ。おもんない。使ってください。おもんないけど。シュークのパクル。シュークのパクルないか。あるんすか。あるんすか。リュウクもやる。いや、この人ただただ優しい。ねえ、いいよ。ないな。でもギャップじゃない。入ってきた時最初シュークめっちゃ怖いと思ったやろ、うん、めっちゃ怖い。最初思った。俺もめっちゃ怖かった最初。シュークも怖かったし、うん、なんならハル君もちょっと怖かった最初。ハル君優しかった。ハル君とかちょっと名前がさ、うん、藤原選手っていうのがさ、確かに強いよね。シュークもそうやもん、代表選手。でもめっちゃ優しいよな、この二人。俺が優しいからね。うん、武蔵くんの。武蔵くん。ゆうや仲いいよ。仲いいよ。怖くない。怖くない。しかも面白くね。え、マジで面白い、あの人。あの人は面白い。あの人は確かに面白い。うん、あの人、マジで面白い。あの人がおる場所が絶対笑いが起きない。あの人、怒ってるとこ見たことない。確かに何かに対して全然ないよな、あの人。バカだよ。うん、リュウ君ってマジでリュウ君に似てる。俺だけ。うん、似てる。眉毛とか。眉毛っていうかなんか雰囲気。雰囲気。でも確かに俺と似てると思う、ちょっと。なんか似てますね、うん、顔はリュウ君の方がかっこいいけど、ちょっとね。ちょっと、うん、ちょっとだけかっこいいけど、ちょっとって言ってガチない。雰囲気分かる、めっちゃ。リクって静かな方、あれ静かや。静か。静かだから真面目だよね、普通に。でも、うん、今日頭撫でられた俺。飯食ってる時。リクって何歳。リク、2つ下やから21かな。ゆうやの。でも2つ下です、だから4つ下です。めっちゃ若い。リヒトと同い年か。あ、そうか。うん、なんかリュウ君あいつも食べるの遅いらしいよ。
なんか一緒やん、一緒やん、もう一緒食べたらいいやん。あとあいつあのバイキングバリヘッドやでガチでバリヘッドめっちゃ見てる、ほんとそういうとこ見てるよね怖いわ。マジ普通リクに言ったもん、それ何食う、何食うてんのもう飯じゃないあれは、飯じゃない、何食うてんのお前やめてくださいって書いてた、今食べてるんすからでもなんか可愛い感じの子入ってくるんちゃう。確かにリックは可愛い、うん、可愛いな、うん、めっちゃいい人、いい人じゃない、いい子、いい子っていう、こっからちょっとシンクが、うん、うん、止まりますね。で、ゆうせい、ゆうせいは、ゆうせいは年上っぽい顔してるよね。ね、全然お料理年上けど、なんやろ、先輩に結構行く感じですよ。え、そうなの。そうっす、まだ隠してんじゃん。なんか先輩とうまくやっていくようなタイプです。あ、そうなの。そう、黒川みたいな感じ。あ、でもちょっとなんか似、ちょっと似てるかも、うん、似てるね。飯行ったっす。え、もう、はい、あ、いや、なんかいい先輩。長崎の時の俺の同期のやつが、あ、面倒見たって、面倒、ずっと面倒見てて、それの流れで飯行ったけど。新加入、アホやな、あれがいるよ、新加入、新加入やってる。なお、なお、なお、あ、なお、なおか、俺地元一緒っすよ、お前。北九州で。あ、そうなん、うん、小さい頃から、小学校から知ってるっす。なおは喋りやすいの。なおはそう、うん、なお、あ、そうか、1個した、俺の1個した、2個、俺の2個した。どんな感じ、なお、ちょっと似てないでも。俺似てそうない。全員似てるやん。言い方悪くしたらみんな陰キャでも。そう。大正解。お前さ、絶対こういう時さ、俺のこと陰キャって言うような。いや、でもリュウ君陰キャだったら。陰キャって言うけど、なんかちゃんとこう、なんていうんですか。よく噛んだら美味しいみたいなこと。ああ、なるほどね。もう嬉しくないけどね。よく噛んだら美味しいって。あ、10番に。ああ。うん、いい人そうじゃない、うん、顔めっちゃ優しそう、めっちゃいい人、でいい人やから絶対、うん、マジいい人、マジいい人、うん、マジでいい、またブラザーいても、ブラザー、外国人人全員ブラザーいても外国人絶対ブラザーずっとブラザー、外国人だって悪い人おらんよ。はい、マイフレンドって言ったらもう友達それしか英語わからんから。確かに、いつも言ってるよな、うん、マイフレンドって。今日のシュートとかめっちゃうまかった。シュートうまいよな、シュートうまいよな、ほぼ入ってた。久々見たあんなシュートの人、ね、みんな笑っとったもんね。うますぎて。うますぎて。ぐらいかな。新ぐらいで選手は。後世とか。後世は、うん、知ってるもん。知ってる。みんな知ってる。ヨータなんかみんな知ってる。ヨータそれはもうフレンディーだ。ヨータはフレンディー絶対。ヨータはもう大丈夫。タイトル取りたいです。取ります。はい。頑張ります。タイトル取ります。はい。取ります。ファミリーで。ファミリーで、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 ファイヤーちゃうめ、全然上がんやん、緊張してるわ、危ない、一気に上がった